トレーダー・ジョーズは、ロサンゼルス軍を本拠とする、アメリカ合衆国のグロサリーストアチェーンである。通称トレジョ。1958年、ジョー・コロンビーにより設立された。社種は1979年から、ドイツ人の実業家、テオ・アルブレヒトで、2010年に亡くなると遺族が、継承した。アルブレヒト家はドイツで、チェーン展開のスーパーマーケットアルディノールを所有する。同社は本社を、 カリフォルニア州、モンロービアとマサチューセッツ州ボストンに置く。2015年には生鮮食品店形式の総合食料品店に数えられるようになる。2019年11月時点の展開は、全米42州とワシントン DC に503店舗。マサチューセッツ州、ハドリーの店舗、コロンビーがロサンゼルスに初めに設立した店舗は、コンビニエンスストアのような形態であった。 初めてトレーダー・ジョーズの名前を冠した店舗は1967年にパサデナに開店し現在まで営業しているコンビニエンスストア形式の店舗はセブン・イレブンとの競合が激しかったため店舗は次第に大型化しワインや食料品などを幅広く扱うようになっていった現在ではグルメフード、オーガニックフード、ベジタリアンフード、輸入食品各種ワイン ユニークな冷凍食品も品揃えし、いわゆるグルメスーパーマーケットと呼ばれる比較的高級志向の食料品小売店に分類されるが中間流通を省くことによって価格を抑えている。プライベートブランド商品にはトレーダー上スのラベルがある。そのうち輸入品もしくは外国由来の商品には現地語風にしたラベルが付けられ、例えば日本由来のものには トレーダー・ジョーさんというラベルがついている。またコロンビーは商品名を考えるのが好きで、娘二人シャーロットとまでエレーンの名前を使ったり、あるいはビタミン剤をトレーダ,ーダー・ダーウィンと名付けるなど、変わった商品名を考え出した。コンスーマーレポート誌の2006年10月号はトレーダー・ジョーズをエグマンズに次ぐ全米でベスト2のスーパーマーケットチェーンにランクした。2013年、 テキサス州のオースティンに全米400店舗目をオープンする。現在の屋号には創業者の名前から情をつけてあり、1958年の創業当初の屋号はプロントマーケットプロントマーケットという広域ロサンゼルス地域にチェーン展開するコンビニエンスストアであったものを同業のセブンイレブンの台頭を見るにつけ、競合を恐れるようになる貿易商人。 ジョーの店という南洋のイメージを発想したのは、カリブ海で休暇を過ごしていた時だという。当時、1950年代から1960年代の南洋ブームはまだ記憶に鮮やかで、ちょうどトレーダービックスが前世紀を迎えて、世界中に25店舗を展開している。アメリカ人の海外旅行が増え始めたと気づいた創業者は、帰国した旅行者が旅先で味わった料理やワインを、 小しがリスーパーで買おうとしても、当時の店は需要に応えることができずにいることに目を止めた。こうして1967年、トレーダージョーズ1号店が、パサデナのアロイパークウェイ沿いに開店する。開店から10年ほどは、肉売り場を、提携先の生肉店にリリースしていたし、一時は、店内調理した、サンドイッチ、店内で客の求めに応じて切り分けた、チーズ、 絞りたてのオレンジジュースを提供したりもした。ドイツ人のテオ・アルブレヒトは家族のための投資先として1979年に同社を買取車種の座につく。ジョー・コロンビーは CEO の座につき1988年に交代するまでもっぱら、高学歴だが低所得な顧客を中心層と捉え、クラシック系の音楽家や美術館、博物館の学芸員、 ジャーナリストを想定し、自分たちならではのサービスを総案していく。新 CEO のジョン・シールズジョン・シールズの指揮下で、カリフォルニア州外へ展開、1993年のアリゾナ州、その2年後に、太平洋岸北西部にも進出する。アメリカ合衆国先海岸への進出は1996年で、マサチューセッツ州ボストンに隣接する、ブルックラインとケンブリッジを足がかりにする。 シールズは15州156店舗に拡大して2001年に優待、西部部門社長、ダン・ベイン・ダン・ベインが CEO 職を引き継ぐ。マサチューセッツ州、ソーガスの店舗、ビジネスウィーク市の報道では、同社は1990年から2001年の間に店舗数を5倍にし、利益を10倍にしたとされる。スーパーマーケットニュース紙の推定で2015年の 打ち上げは13億アメリカドル。2016年、SN コウ売業、番付上位75社中21位に選出している。2008年2月にビジネスウィーク市は、店舗面積単位の売上で、同社が全米の食料品店の首位に立ったと報じ、2010年後半と2016年の2回に、渡り、フォーチュン市は、同社の1平方フィート単位の年間売上を、 対象先のホールフーズのほぼ2倍、1750アメリカドルと推計した。2016年2月には顧客の意見を取り入れ、トレーダー・ジョーズは2020年までに、西部諸州の店舗について、平ら海の鳥から採卵した卵に切り替えると、発表全店舗で、刑事会の卵生産者からの仕入れは2025を、目処にやめるとした。消費者情報雑誌。 コンスーマーレポートは2009年5月号でトレーダー・ジョーズをアメリカ国内のスーパーマーケット系列の番付第2位に選ぶ。翌月に調査結果が発表された MSN マネーの第3回消費者サービス業の伝道でトレーダー・ジョーズは顧客サービスで2位に入る。ただし企業倫理の有料企業の認定を行うエシスフィア氏は2008年から2010年に同社を 最も企業倫理が確実な企業として選びながら、2011年には、戦外にしている。2014年のコンシューマーレポート誌で、同社はスーパーマーケット系列の主位に返り咲く。創業者、ジョー・コロンビーは1988年の優待後、2013年まで、複数の大手企業に対して、コンサルタント業務を提供していたといい、2020年2月28日、不法が告げられる。 長い闘病生活の末であったという、89歳であった。店舗の一つ、トレーダー・ジョーズは、各種食料品をはじめ、多くのオリジナル商品の展開でも知られる、1本1.99米ドルで販売された格安。カリフォルニアワイン、チャールズ賞は、人気と評価が高い。現在は値上げされてしまったが、それでも、ワインとしては安価である。ありがとうございます。